ションが高いね。こんばんは。今日も綺麗だね。ありがとうございます。返信直接かツイッターどっちにするか迷ってたら寝落ちしてたどっちでもよかですよ。こんばんは、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 こんばんは。おつこじです。テロップ消しとこ。1月5日、1月5日が愛好家の日になった動画アップしたって、あ、見ました。ね、自分で言ってましたね1月5日 OK、 じゃあ 1月5日ね。広島は晴れてた。うん、なんか晴れてたけど、なんかね変な天気あった。朝は晴れとったけど、なんか時々じゃない、曇りになって晴れになって曇りになってみたいな。そんな感じ、そんな感じ。女心のよう本当ね、女心のようですね。秋の空がとても綺麗だ。こじさとさん、バラありがとうございます。しばらくは不安定な天気なのかね。アイコジが変なんじゃなくて、私が変ということ。早くコロナ収まってほしいね。本当にですよ。ちなみに七並べは10時からする予定なので、10時ぴったりの15秒から始めるからこの配信は9時50、まあいっか、配信中にやろう、配信中にやる。切り替えるから注意してね。うん、ありがとうございます。切り替え注意。指名して並べを長文で語ってしまった本当ありがとうございます。
国人のアバターはどこで手に入るの？あの韓国の愛子さんっていうファンの方が作ってくれて、愛子さんの配信を通じてもらえるみたいですよ。詳しくは愛子さんに。名前が一緒だからちょっと紛らわしいけど。ワンバンコ、ワンバンコゲットするね。ゲットしてください。ヘスターさん、バラありがとうございます。筋トレ、うん、今日筋トレの、そう、今日の筋トレの話をしようとした。今筋トレね、筋トレはちょっとだけやった。でもね、筋トレやると汗かくからお風呂入りたくなるんですよね。お風呂入ってまたいろいろやってお化粧したいところなんだけど。ゆうさん、ハートありがとうございます。どの時間にやるのが一番いいのでしょうか。皆さんもSTU体操をしてますか？毎日やってますか？そう、お風呂上がりのが代謝が上がるけど、また汗かくのがね嫌ですよね。せっかくお風呂入ったのに。お化粧もあるから女の子は大変。そうなんですよ。ヘレンさん、ハートありがとうございます。昼やって一旦シャワー浴びるとか、それもいいな。そうしよっかな。お昼とかにがっつりやってシャワー浴びるっていうのも一つの手ですね。ヘリアンさん、ハートありがとう。週末ジョギングしてます。うん、いいですね。あっちさん、クローバーありがとうございます。しおさぎさん、クローバー。ズミさん、ハートありがとうございます。基本的に夕方に走って筋トレしてお風呂へゴーするけど、女の子やとそうもいかんよね。あのね、配信があるから、配信をなんかお昼とかで終わらせていいんであれば、夜からお風呂に入るまでランニングしたり筋トレしたりがっつりできるけど、お化粧とかあるし、髪の毛とかもボサボサのまま配信するのもなと思って。みんなどうしてるんでしょう。一回シャワーとか浴びてるんかな。お風呂入りながら筋トレ。ズミさん、ハートありがとうございます。寝起きにやるのも体が温まっていいよ。そっか、そういうことか。いいね。今日のタメ口メール最高に楽しかったです。ありがとうございます。髪の毛乾かすのはね大変、まあまあ大変。あたるさん、ハートありがとうございます。なべなべさん、タコありがとう。くじまささんも、だるまありがとう。
奇跡の左足さん、クローバーありがとう。新一郎さん、花束ありがとう。岩盤浴行ったことあるよ。一時ハマっとった。ふうくん、ハートありがとう。ウォーキングする気力がない女性はメイクしなきゃいけないから大変。そうなんです。うっちーさん、こんばんは。ライさん、バラ、もみじさん、かわいい、ありがとうございます。新しいグッズも出たよね。そうなんですよね。ライさん、バラ、トービーさん、ハート、ありがとう。アクリルスタンドチャームが正式名称かなそう、今日のお昼ぐらいに情報が発表されたよね。なんか数に限りがあるみたいなので、皆さんお買い求めの際はぜひお早めに。ライさん、バラ、トービーさん、ハートありがとうございます。初めての岩盤浴の後の汗のサラサラ具合に感動。そうね、サウナとかも今はあれだからね。トビーさん、ハートありがとう。アイクリちゃんの買うね。え、ありがとうございますお日様のシンニーさん、かわいい、ありがとう。クローバーもありがとう。トイさん、ハートありがとう。今日マフラータオルと打ち上が届きました。おお、なんかやっぱグッズとかが届くとテンション上がるよね。よ、宣伝上手。トールさん、ハートありがとう。みんな買いましょうこんばんは。スケモンさん、バラありがとうございます。アンデンさん、ハートありがとうさん、花束ありがとうございます。
ロケ配信確かにやってない。明日は歌うよ。明日歌う曲決めないと。乃木坂受けてみればよかったのに。なんか3期生の募集があるのは学生の頃知ったんですけど、なんかもう募集が終わってて受けるのよ、受けれなかった4期生もそうなんですよね確か。お、カラオケ配信待ってるよ、ありがとうございます。やっほー、こんばんは。3期生乃木坂さんの、乃木坂さんだったかな。その頃からアイドルになりたいって気持ちはあったの？そこまでな、なんか自分が別、なんだろうね、入ってもなーって感じだった。入ってもなっていうか、できないだろうなみたいな感じだった。明日の準備は順調ですか？順調です、順調にやっております。なんか変な夢見てしまって、なんかあんまり今日はテンション高くなかった新一郎さん、花束ありがとうございます。瀬戸内に来てくれて嬉しいよありがとう。明日楽しみです、お楽しみに変な夢見るとしばらく引きずりますよね。そうなんですよね。なんかね、お腹を刺される夢を見た。あんまり良くない夢だった。昨日500円分の図書カードをもらう夢を見ましたそれは小さな幸せですね。だから今日テンション高くないんだ。そうなんですよ、怖い夢見た。なんかそれがね、ちょっと怖いんですよね。変なもの見たっけ？なんかホラーとか何も見てないんですけど、なんかお腹をね、八つ裂きにされる夢を見て、すごいえってなって起きた今日は。なんか意味あるのかなって調べたけど、しかもね、それがね、包丁とかじゃなかったんですよ。なんかだったんですけど、それは思い出せない。まあただお腹が血まみれになるみたいな、怖かった。なんか夜になって、なんかそれがすごい思い出してきて、今ちょっと怖くなってきたわおわお、チュロスじゃない兄さん、ハートありがとうございます。クロマディのバット夢で目が覚めた感じ。そうそう、そんな感じだった。ミサンが当たる夢なら3日続けてみたけどね。おお、それはいい夢。
藤正さんバラありがとうございます。生まれて初めて誰かに恨まれるようなことはしてないと思うけどね。あなたの生まれ変わりを意味するヨシキチム、いい夢なのかな。マダブンさんお疲れありがとうございます。玄関忘れず鍵閉めてね。白いご飯に埋もれる夢を見たことある。何それ、幸せですね。お兄さんだるまありがとう。チロスで刺されたら砂糖がザラザラしてる分えぐれそう。怖いこと言わないで。夢でアイドル辞めた子が出てきたけど夢でも辞めてた。誰に刺されたの？誰だろうね。誰かわからない。サイコパス出ちゃった、すいません。刺した相手が気になる。そうなんですよね。誰やったっけな。なんか怖かったな。今なんか思い出した。いい夢ならいいけど。夢の中でもアイコジの配信見てる夢見た。怖いこと思い出さなくていいよ、ね、思い出す。めっちゃ怖くなる。ヨッシーさんクローバーありがとうございます。コロナの影響なのか夢見る人が多い。なんか違う意味の捉え方やったらなんかいいですね。夢を見る人、違う夢だったらいいけど。忘れて楽しい話しよう、ね、夢でも心配。一応無事か確認するよね。するよね。配信で少しでも気が紛れるといいね。ですね。銃で撃たれる夢怖いね。額に肉をかいてお祓いしましょう。うん、塩、本当に塩を盛る日がやってくるかもしれない。りょうくん元気ですか。りょうくん元気かな。他のメンバーも最近夢見るらしい。しみんな不安を抱えてる。あ、そうなんや。そっか。高いところか落ちる夢か。それはないかな、私は。休みに森しよう。森しよう。最近散歩してますよ。なんかねそのまたその悪夢の話になるんですけど、めっちゃ血が流れてて、すごいお腹を抱えて、なんか迫り来るんですよ。また迫り来るから逃げないと逃げないとみたいな感じで玄関の方に、あの壁を這いつくばりながら歩いてて、めっちゃリアルで、子犬を飼う夢とか見たかったな。鮮明に覚えてる。
なか生々しい夢。そうなんですよ。救急車は呼んでないよ。猫飼いたい。猫かわいいよね。無謀な夢は覚めることがない。テレ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 逆に可愛い夢は見てないな最近。見てないかもしれん。なんか変な夢ばっかり見る。じゃあ僕も犬派です。耳のメール可愛かった。両方可愛いでいいやん。両方可愛いんやけど、でもどっちかって言われたら犬派かなとか思う。くじまささん、バラありがとうございます。りょうくん、買う前からチワワが好きだったの？チワワ好きだったかな。りょうを飼い始めてからチワワが好きになったかな。この名前で犬派はちょっと。うちのチワワ可愛かった。あ、磯貝塾さん、チワワ飼ってたんですか？書いて一度しただけだっけ。そうです、一度しただけ、あれ以来ない。どうしようかな。7並べ22時ぴったりにやるから9時55分くらいには終わります。21時55分中、間違えた、21時55分くらいには、あたりには終わろうかな。新千葉さん、花束ありがとうございます。ここから10時から7回やります。10時から7回なので4分15秒ごとです。4分15秒ごと7回やります。了解です。ちばにゃんさん、ファイトありがとうございます。24分までか。そんな感じです。今宵は当たりましょう。かわいい、ありがとう。あっちゃさん、ハートありがとう。じゃあスムースチワワでした。あ、かわいい、スムース。幸せな人が21に生まれる。あっちゃさん、ハートありがとう。マニアの
七並びはパンチスタンプから始まる元気が威勢があっていいですねセバスチャンお疲れ、セバスチャンさんお疲れありがとう。夢辞典で調べたら刺される夢は問題解決、なんかいい意味があるっぽいですね。七並べの戦術はどれくらいかな。やってません。一番賛意率が高いです。賛意率が高いくじまささんバラありがとうございます。初めて対戦できたメンバー、いくつか候補があってそれを提出したんですけど、どれが採用されるかは何だろうね。本当スタンプなんかね、アイコジビームみたいなのはね出したんだけど、なんかそれは採用されないかもしれん多分。無理です、出したかな無理です、無理ですかな、分からんけど。セクシービーム私の口癖ありますか？よくバーストします。無理です。出したかはちょっと忘れてしまった。コジパンチは最近なんか生まれたから、何やろって。今何時スタンプ誰も答えようがないよね Yahoo も多くない？そうかな？ Yahoo 多いですか？ね、Yahoo 使わないのかな？ Yahoo 普通にアイコジーならいいかも。 Yahoo 多い聞くだけ聞いてゲーム開始
そうか、気づかんかった。悪いことじゃない？悪いことじゃないか。ヤッホーって愛子さん。トークが全部消えちゃった。スタンプに音声が。ですか？行動の癖か。行動の癖、行動の癖、あ、考えるときにこう上をこう見ることかな。なんか勉強してるときもそうやった。確かに見てるかも。そう、見てみれば。画面に向かって指をさす。確かにあるかも。私の絵がスタンプ。自分でも思う。なんか恥ずかしいのかな。なんかこうあははみたいな感じで。触るかな。なんて言ったらいいのか。鼻は誰でも触ってそう。好きだから何やっても可愛い。ありがとうございます。
夢を見るし。愛こじの日スタンプ、愛こじの日にしか確かに使えないかも。そんな日もあるよ。ありがとう。寝る前ズッキュンするっけ。え、ズッキュンあれですか、秋元真夏さんのズッキュンですか。さん、アイスありがとうございます。うん、8時9時からのスタートにしようかな。って感じです。8時か9時から。何やろう。何やろう。目つぶし。しんちろうさん、ハートありがとうございます。はい、でこ吉井さん、バラしようとしたらチェキで目つぶし。怖い怖い。デコピンされた。でしょう、強いんかな。破壊力兵器20何かとかじゃないかな。20
しい扉が開いた。愛子さん、ハートありがとう。握力測定とか、握力の話聞いてたら握手したくなった。手を握りつぶされたい願望。え、ありがとう、ボンさん。手出すんだったら得意かもしれない。こんにちは、ピシッ。こんにちは、ピシッ。何するの？こう。でも投げるのも。投げ…どうやろう。腕相撲はね、そんなに強くないです。握手会でチョップしてもらう。チョップ…どっちも なんかボール買いたいな。思いっきり遠くに投げたい。ことはね、両利きなんですよね。指相撲はね、強いのかな、わからない。指相撲やります。弱くはないと思う。あかん。そうね、外でやりたいね。川で水切りは、できた試しがない。13位、行きますよ。13位、フラペチーノさん、ありがとう。ズミさん、ありがとうございます。よいはライさん、ありがとうございます。
3位はくじまささん、ありがとうございます。そして2位はあっちゃさん、ありがとうございます。今日5月19日火曜日の1位は STU48 のシナラです。じゃあねー。